こんにちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日はモスバーガーを買ってみました。モスバーガーで県民の日限定の、モスバーガーのオリジナルメニューがあるということだったので買ってみました。今日は2016年6月15日でございます。ここ千葉県では6月15日は千葉県民の日ということで、県民の日で学校だとかはお休みです。で、企業なんかも場合によっては千葉県の企業は休みな企業が結構あります。ということで、県民の日ということでですね、千葉くんのシャツを持ってるんで着ようかと思ったんですが、ちょっとなかったものですから、ま、この胸についてるのはちょっと横についてるんですね。千葉くんのシャツを着て、今日は県民の日ということで行動してみました。県の職員でも何でもないですが、千葉くんのマークが入ったシャツでございます。ということでですね、まあ、千葉県ではいろんなイベントなんかもあるんですが、モスバーガーで県民の日限定のモスバーガーのオリジナルメニューがあるということだったので買ってみました。まあ、県民の日限定といってもですね、6月11日から15日で発売されているということでございます。ということで、昔発売していたハンバーガーのようなんですが、今回買ったのはこちらでございます。モスチーズ。贅沢モスチーズバーガーということでございますが、ここへモスチーズというふうに書いてあります。これね、どういうことかというと、いろいろ聞いたんですけど、簡単に言えばモスバーガー2つ分ということでした。ということで、県民の日のこのモスバーガー楽しみにしていたんですが、聞いてみればモスバーガー2つ分ということでございました。ちょっとがっかりした部分もありますが、これを楽しみにいただきたいと思います。じゃあ、千葉県民の日限定発売のモスバーガーと、なんといってもこちらでございます、ビールの千葉づくしでございます。この間横浜でですね、神奈川づくしだったか横浜づくしだったかね、そのビール飲んだらうまかったんですよね。で、千葉県も売ってたので買ってみました。なんかいろいろ書いてありますが、これ読むとですね、読んでるだけで時間がかかってしまいますので、こちらを飲みながら食べていきたいと思います。では早速開けてみたいと思うんですが、すごい重い。やっぱね、モスバーガー2つ分だから重い。 C でも2つだね、 C でも2つあったる。まあ、それ多分関係ないと思うけど、シールって言わないか、テープっていうか。私の動画の場合はですね、あんまりどうでもいいことばっかりをこう言ってるだけで、だん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 時間が長くなってしまうという。お、これすごいな、ほら、これもんですよ、これ。これ上からパンがあって、レタスがあって、モスソースがかかっていて、チーズが入っていて、ハンバーグが入っていて、トマトが入っていて、モスソース、チーズ、ハンバーグ、モスバーガー2つ分ということでございました。じゃあね、これすごいもうどっさりという感じなんですが、これをですね、いただいてみたいと思います。これはでもうまそうだよ。で、さらに千葉県のビールも合わせて、サムネの写真も OK です。どうやって食おうか、うん、あ、入らないね、口に入らない。下の方からいただきます。うん、顎が出てるからね、食べやすい。顎が出てるから下の方がどうしてもちっちゃくなっちゃうから、うん、うまい。モスバーガーだね。でもなんかすごい贅沢感を感じる、こうやってあると。もう野菜の部分もいただきます。うん、うまい。で、千葉づくしのビールいただきます。千葉の誇り限定醸造って書いてます。いただきます。あー、うまい。こんな感じですよ。やっぱこのチーズがたまんない、チーズがたまんない。モスバーガーってそれじゃなくてもうまいのよ。そこにさらにこれハンバーグ2つ。うん、うまっ。鼻にもつく。鼻につくって人のことを悪く言ってるってことじゃないですか。あー、うまい。じゃあこれこのまま食べ続けたいと思います。まあね、味の説明しようと思ったんだけど、やっぱモスバーガー2つ分だから、モスバーガーを縦に2つってことだよ。ほんとこんなこと言っちゃ大変恐縮なんですけど、この半分だけ食べればちょうどモスバーガーって感じなんだよね。うん、違うな、これもうセンスねえな。なんて言ったらいいんだろう、こういうのって。でっかくこうですよ、パンがね、滑って入ってきてね、これでかいからパンが滑って入ってきて、うまいね。でも最後ね、いいヒントくれたんだよな。簡単に言うとモスバーガー2つ分ですって言われて、ああそうなんですねって、若干ちょっと迷いました。やっぱ顔でかいな。やっぱうまい。これとビール飲んで、うん、ほんと千葉県民って感じ。なんでここにチーパー君が映ってよかったんだけど、この今日の着てるのこっちに映ってんだよ。じゃあこのまま食べ続けます。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。